アブドアラフマーニ一世は、あとウマイヤ朝の初代アミール。アブドゥルラフマーニ一世とも表記される。ウマイヤ朝の、第10代カリフヒシャームの孫にあたる。アブドアラフマーニ一世の地世に鋳造された、ディルハム銀貨731年、ヒシャームの子、ムワーウィアヤの子として、ダマスカス郊外にて生まれた。聖母は、セウタ地方のベルベル人のナフーサ族だった。750年に、 アッバース朝によって、ウマイヤ朝が滅ぼされた時、ウマイヤ朝の王族の多くは虐殺されたが、アブドアンラフマーンは命からがら、シリアから脱出し、急進に守られながら、母の故郷であるモロッコまで逃走した。この時の逃走では、名前を変え変装までしたという。彼の母親は、ベルベル人であり、その容姿を受け継ぎ、金髪で、瞳が緑色であった。彼は、 ベルベル人に温かく迎えられたばかりか、ウマイヤ朝最高の足がかりを築くことができた。その後の755年、ウマイヤ朝九神の援助を得て、イベリア半島に勢力基盤を築き上げ、翌756年5月14日のムサラの戦いに勝利し、アブドアンラフマーンはコルドバに入ってアミールに即位し、あとウマイヤ朝を打ち立てるに至った。即位後はアッパース朝、 第二代カリフマンスールの調略を受けて反乱を起こした軍を破り部位を示した。この時アブドアラフマーン一世はアッパース軍指揮官の支給を塩漬けにしてマンスールへ送りつけた。これを見たマンスールについてヒッティのアラブの歴史ではアルマンスールが今は世とかような恐ろしい敵を海で隔てたもう高みに感謝したてまつると叫んでいる。と記している。 国内では権力安定化のため、あとウマイヤ朝に反抗的な勢力を徹底的に弾圧した。しかしこの弾圧により、反抗勢力の一部がフランク王国のカール一世に援軍を要請したため、フランク軍の侵攻を受けることとなった。一時はウマイヤ軍も危機に陥り、778年のサラゴサゼメではカール一世率いるフランク軍の侵攻を受けたが、 フランク王国内のザクセン族の反乱により、フランク軍は撤退を余儀なくされた。この時のカール一世の退却業での戦闘は12世紀、フランスの武勲誌、ローランの歌の題材となっている。サラゴサの反抗勢力も後に鎮圧され、サラゴサ地方も後ウマイヤ朝の支配下に入った。この後、国内の情勢は安定に向かうこととなった。 コルドバの大モスクの建設をはじめとする建設事業が行われた。また、統治機構も整備され、後の原型となった。アブドアンラフマーニ一世の大の統治を担ったのは、東方から移ってきたウマイヤ家の一族やマウラーたちであった。こうして、アルアンダルスにウマイヤ朝を再興したアブドアンラフマーニ一世であったが、東方も含めたイスラーム世界全体に君臨する。 存在ではなかったために、カリフを称さず、アミールのままで統治した。これは、アッパース朝カリフの存在を認めたものではなく、複数のカリフが、イスラーム共同体に存在することは、その統一を損なうものであるという考えであった。アブド・アラフマーン3世までの後、ウマイヤ朝の歴代アミールは、この考えに基づいて、アッパース朝のカリフを認めず、イスラーム世界全体の正当なカリフは、 存在しないという立場で、アミールと称し続けた。マンスールから、クライシュの高と称された、アブドアンラフマーン一世は788年に58歳で、死去し、兄のスライマーン王子との競争に勝利した、キシャーム一世が後を継いだ。ありがとうございます。